こんにちは、キーナと申します。今日は自分のコーヒーの作り方について少しお話しさせていただきたいんです。まずは私が世界の、安い豆を探してるんですね、いつもね。これは 250g のカマルーンの豆なんですけれど、私この木豆を焙煎してるのは鍋で、20分ぐらいかかります。作業は1時間以内に全部できるんです。でもう一つ私のコーヒー のやり方、水なんですけれど、この水は後ろの山のところから汲みに行ってるんです。でそしたらもう一つ私のコーヒーのやり方は手で豆をひいてます。で最後になるべく手でコーヒーを落としてるんです。これはたまたまエスプレッソものです。今の時代はコンビニで100円のコーヒーがありますが、私のやり方は結構苦労だと思いますけれど、なんとなくこのやり方は気に入ってます。禅で雲水飯菜という言葉があるんですけれど、英語で Chop wood, carry water. Thank you for watching. ありがとうございます。またね。